はい、皆さんこんにちは、柴時計です。今回ですね、どうしても時計趣味やめらんねえっていうですね、お話をしていきたいと思います。この動画をご覧になっている方の中で24時間365日四六時中時計のことばかり考えてしまう、時計を買ったその翌日からまた違う時計が欲しくてついつい探してしまう、気づいたらいつの間にか手元に時計が増えている、こういった症状が当てはまる方は間違いなく時計沼にドハマりされている住人の方です。はい、時計趣味ってなかなかやめらんないですよね。まあ私もそうなんですけど、まあ無理に別にやめる必要はないんですけど、なんでこんなにドハマりしてしまうのか、一体何が理由でこんなにですね、時計の沼にはまってしまうのか、やめられない理由ってなんだろうっていうことでですね、今回お話をしていきたいと思います。前回ですね、アンケートを取らせていただきまして、その結果をもとにですね、今回動画の中でお話をしていきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。ではお願いいたします。はい、では始めていきたいと思います。まずですね、アンケート結果の方からお伝えしていきたいと思います。先日ですね、私のチャンネルのコミュニティの方で時計趣味やめらんねえ理由ということでアンケートをですね取らせていただきました。選択肢としては4つですね、まあ、私が思う時計趣味をやめられない理由として、まず1つ目に実用性、次に技術力、そして出会い、最後にただ時計が好きだから、この4つのですね選択肢を用意させていただいて、皆さんにですね回答をしていただきました。皆さんご協力のほどありがとうございました。はい、で結果としてですね、このようになっております。はい、ただ時計が好きだからというのがなんと 88%、 もう約9割の方がですね、時計趣味をやめられない理由として時計が好きだからっていうふうにですね回答されております。はい、なんかね、最初から分かっていたようで、まあ、この結果を見て安心したところもあります。やはり私のチャンネルを見てくださっている視聴者の多くの方はですね、本当にこう時計が好きなんだっていうのがとても、伝わってくるようなアンケート結果になっているんじゃないかなと思います。まあ、むしろ逆にこんなにもね差が出るかというふうにちょっと驚きもあったりはするんですけども、はい、まあ、この4つのですね選択肢をもとにこの後お話をしていきたいかなと思います。はい、まず1つ目の理由としまして、実用性、使うから、こちらはですね 8% の方が回答をされておりました。まあ、時計趣味やめらんない理由として、やはり実用的な腕時計、使うから必要だからやめらんないんじゃないかっていう回答になります。まあ、やはりね時計必要ですよね。腕元にあって、でパッと時間がわかるっていう便利さを考えると、やはり時計ってのは便利です。まあね、スマホで十分だとかね言われたりしておりますが、仕事においてもやはりこうパッと確認ができるっていうところとか、まあ、あとは海に行った時とか山に行った時とかですね、こうパッとスマホが出せない場面っていうのもあったりします。そういった時にはやはりこう腕元で時間が確認できる腕時計っていうのは非常に便利なんじゃないかなと思います。まあ、過去にねクォーツショックが起きた時にですね、たくさんの機械式時計のこうブランドが消滅をしてしまいましたが、まあ、未だにね、やはり機械式時計が残っていますし、まあ、たくさんのね、時計好きの方が機械式時計に魅力を感じているっていうことは、やはり未だにですね、そういった必要とされているっていう場面があるから残っているんだと思います。まあ、日常生活においてですね、まあ、いろんな場面に合わせてこういろんな時計を使い分けるっていうこともできますし、まあ、やはり道具として、時間を知るための道具として日常生活において時計は必要だからこそ未だに残っている、そしてこれからも残り続けていくんじゃないか、この実用性にですね魅力を感じて時計趣味をやめられない人もいっぱいいるんではないでしょうか。はい、続いて時計趣味やめられない理由として挙げられるのが技術力、どこまで進化するかというところになります。
こちらはわずか 1% の方が回答されておりまして、まあもうちょっとね、個人的にはいらっしゃるのかなとは思ったんですけれども、まあ 1% の方にとどまっておりました。はい。まあ時間を知るための道具としてですね、機械式時計ってのはもう何百年も前からですね、完成されております。ただ、そのシンプルな構造からいかに今後精度を高めていけるのか、より進化をしていけるのかっていうのをですね、追っていく、その成長を楽しんでいくっていうのがですね、一つの魅力かなと思います。まあ、精度に関してはですね、クォーツ時計とか電波時計っていうのができてしまってですね、どうしても機械式時計ではかなわないところでもあるんですけども、そのクォーツとかソーラーとか電波 GPS、 最新で言うと Bluetooth とかですね、そういったものがどん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 最新技術を備えて、より精度を高めた腕時計っていうのが、登場をしてきております。まあ、やはりこの最新作が常に最先端ということで、私たちはですね、この腕時計の進化の瞬間ですね、常にそれに立ち会えるっていうのは非常に魅力的なんじゃないかなと思います。今後どこまで腕時計の技術が進化していくのか、はたまた最新の私たちが予想もしないような技術が取り入れられていくのか、どうやってね、腕時計は進化をしていくのか、ここにですね、やはり魅力を感じるのも一つなんじゃないかなと思います。はい、続きまして、時計趣味やめられない理由としまして、出会い、人と時計と巡り合わせということで、こちらですね、 3% の方が回答をされておられました。はい、まあ、時計を通したですね、様々な出会いができるのも一つのですね、時計趣味の魅力なんじゃないかなと思います。まあもちろん時計との出会いっていうのもありますし、まあ時計を通してですね、店員さんとの出会いとか、時計好きの方との出会い、そういったものにですね、非常に魅力を感じるっていうのもあるんじゃないかなと思います。まあ私もですね、この SNS を通してですね、まあ顔は見えずともですね、たくさんの方とのつながりっていうのは非常に感じておりますし、本当にたくさんの方とですね、こういったやり取り、まあ、動画を通して、まあ、Twitter などを通してですね、やり取りをさせていただいて、本当に感謝の連続になります。まあ、時計趣味ってね、一人でこう黙々と楽しむものではあるんですけども、まあ、その楽しさとかをですね、共有することによって、いろんな方とですね、やはりこの時計いいですねとか、その時計いいですね、どんな時計なんですかみたいな感じでこうやり取りをしてですね、やはりその時計の魅力についてとか、時計の楽しさについてですね、お互いに共有していくっていうのが一つの魅力なんじゃないかなと思います。やはりこの出会いっていうのは時計を通したですね、魅力の一つなんじゃないかなと思います。はい、最後にですね、時計趣味やめられない理由としまして、ただ時計が好きだから、こちらがですね 88% の方が回答をされております。もうほとんどの方がですね、まあこれが最も当てはまるんじゃないかなと思います。まあ、私もそうなんですけど、ただね、時計が好きなだけなんですよ。もう本当にね、いろんなこう時計の楽しみ方ってあると思うんですけど、それもやっぱりこう人それぞれ、まあ時計をね、選ぶ楽しさとか、時計をつける楽しさ、ただただ時計をね、眺める楽しさ、本当にね、いろいろあると思うんですけど、まあとにかくね、楽しいんですよ、時計と接する時間ってのは。もうそれ以外にね、理由はないんじゃないかなっていうぐらいあると思います。はい。まあ、やっぱりね、自分が好きな時計をね、眺めるだけ、その時計をつけるだけでもテンションは上がりますし、次にね、どんな時計を買おうかなって悩む時間ですら楽しいです。で、その時計をね、買う瞬間ってのはもう本当に言葉では表せない、こう、ね、喜びに満ちた瞬間だと思いますし、その時計をね、家に持って帰る瞬間、家に帰ってきて箱を開ける瞬間、その時計のシールをペリペリ剥がす瞬間、もうね、一個一個がもう本当に最高の瞬間なんですよね。やはり私たちは時計が本当に好きで、時計を愛してると言っても過言ではないかなと思います。もうそうなってしまうと、時計趣味ってね、どうしてもやめられないというか、もうやめられるはずがないですよね。はい。もうただ皆さん、私と同じように時計が好きなんだなっていうのが今回のですね、アンケート結果から分かりました。そりゃあ時計趣味やめらんねえなっていう話です。はい。というわけでね、最後に皆さんはただただ時計が好きだから時計趣味やめられないんだろうなっていうふうに感じました。
はい、というわけで今回ですね、時計趣味やめらんねえ理由ということで、4つの理由をですねお話ししてきました。最後はですね、いただいたコメントに返しながらまとめをさせていただきたいと思います。まずこちらのコメントをいただきました。はい、まあ、時計は奥が深いと、歴史と共にあるということで、そりゃね、時計趣味やめらんないよなということで、まあ知れば知るほどですね、時計の歴史って深いですし、その技術の進歩ってね、本当にこういろんな人類の歴史と共にありますよね。やはりどうしてもこう切っては切れない戦争の歴史とか、いろんなね場面で、例えば宇宙に行った時計とかね、まあ、海に潜った時計とか、本当に人類のねこう進化と共に時計はありますから、やはりそういったものをね知れば知るほど時計って奥が深いなって思いますし、あ、そういった歴史的なモデルなんだって思うと、一本一本の時計に非常にこう価値を感じてですね、欲しくなってしまいますよね。はい、やはり時計ってのは奥が深いです。ただ時間を知るための道具でありながらですね、たくさんの人類の歴史とともに進化を果たしてきた、非常にこう、なんというか、なんと言えばいいかわかんないですけど、まあ人類とともにある大事な相棒的な存在なんじゃないかなと思います。はい、続いてこちらのコメントですね。はい、まあ、時計は資産とか装飾品として見られるっていうですね、見方もあるんじゃないかなっていうところですね。はい、まあ、最近だとね、やはりどうしてもこう資産運用的なとこで、なんか時計をこうお金で見るっていう流れもねあったりして、ちょっとね一時期トラブルの元になった時計のレンタル云々とかねあったりはしましたけど、はい、まあ、正直そこもねアンケートの中に入れようかなっていうふうにちょっと悩んだんですけど、要はその時計趣味やめられない理由としてお金になるからっていうね回答も入れようかなと思ったんですけど、ちょっとね私のチャンネルを見てる方の中でそういった考えを持たれてる方はおそらくいないというか少ないんじゃないかなっていうのと、まあそういった回答を入れること自体がちょっと時計好きな方に対して失礼なんじゃないかなと思いまして、今回はアンケートの中にはですね入れていないんですけども、まあそういった風にですね見られてる方も少なからずいらっしゃるのはね、昨今の流れで見ると感じているところにはなるんですけども、まあ、そういった風に見る方っていうのは別に時計が好きとか時計趣味を、ね、されている方ではなくて、単純にこう投資として時計を見てるわけで、私のチャンネルを見てる方でそういったねお金目的で私のチャンネル来ても何の足しにもなんないねチャンネルなので、おそらくねそういった目線で見てる方はいないだろうなっていうことで、今回ねお金に関した回答は省いているっていうところになります。はい、で続いて最後にこちらのコメントですね。楽しみ方は人それぞれですね。はい、いろんな楽しみ方がありますね。で、懐事情、年齢によって変化をしていくって、これ本当によくわかります。はい、私も年齢でね時計のこう好みってのも変わってきましたし、まあ、今後ね懐事情がぬくぬくになってくれれば運上時計とかもねちょっと手が出せるようになってね運上時計とか紹介をしていけるようなね器になれたらなっていうふうには思うんですけども、まあ、本当にね楽しみ方って人それぞれですし、ね、年齢とともに変化をしていって、その都度その都度の楽しみ方ってのがありますのでね、その時に合わせた楽しみ方をですねしていきたいかなと思います。はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、というわけで今回ですね、時計趣味やめらんねえ理由ということでお話をさせていただきました。まあ、ほとんどの方がですね、時計がただ好きだからっていうね、純粋な理由でやっぱり時計趣味やめられないということで、まあ、おそらく今後もね、時計沼から抜け出すことは不可能に近いんじゃないかなと思います。もう私も本当に時計がね、ただ好きな、人間ですので、時計趣味をね、まあ、無理にやめる必要ないので、飽きる時が来るまではね、時計沼にはまって楽しみたいかなと思います。はい。またこのようにですね、皆様にアンケート協力していただいて動画作りをしていこうかなと思いますので、まあ、こういったアンケート取ってほしいとか、こういうテーマでお話をしてほしいみたいなね、要望等ありましたら、ぜひコメントにて教えていただけたらなと思います。私も個人的なこう考えでどうしてもアンケートっていうのを作っておりますので、
こういう考え方もあるかとか、あ、このテーマ面白そうだなみたいな感じでですね、皆様からいただいた内容で動画を作るっていうのもやってみたいなと思っておりますので、ぜひですね、お気軽にコメントをしていただけたらなと思います。はい、またですね、今回の動画の中で時計趣味をやめられない理由として皆様当てはまることであったりとか、まあ、エピソードなどがありましたらぜひ教えていただけたらなと思います。はい、というわけで今回は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では失礼いたします。